場所も見てみようか。おすすめのお店があるから。なんかくるみ先輩のおすすめって高そう。いえいえ、そんなことはございません。お求めやすい価格になっております。そうなんですか？そりゃそうだよ。私バイトとかしてるわけじゃないし、お小遣いをやりくりしてるだけだもん。高級なのなんて買えないって。化粧品もいるし、美容院にも行くし、カフェでスイーツも食べたいし、まあいろいろ使っちゃってるからさ。服っていくらくらいから高級になるものなの？そこら辺割と青天井っていうのかな。上を見出すとキリがない感じかもね。ラグジュアリーブランドとか一元すぎても、値段見ただけでガチで鼻血出そうになる。10万円前後とか、アウターだと数十万とかも普通にあって失神するかと思った。それだけ質がいいということなんでしょ？私たちが買うようなのよりは質はいいだろうけど。まあね、バイトもしてない学生だと、5000円は越さないんじゃないかな。どうしても欲しいものだったら1万以上出すこともなくはないけど、割と団長の思いだよ。なるほど、そうなのか。いや、気になるってほどではないよ。ただこれからの僕は人間社会の常識みたいなものを勉強していかなければならない。だってこれからはこの地上で暮らしていくことになるんだから、君と一緒にね。はぁ、みんなでジロジロとイチャイチャしとりますな。こういう時ごちそうさまって言うんだったかしら。大量に摂取をしていると胸焼けしそうですね。こういうの見せられると気まずいね。ずっとこんな調子ですから、家の中をうろつくのにも気を使うというか。あらあら、それはそれは。その言い方には語弊がある。それだと時も場所も選ばずに変なことしてるみたいじゃないか。そんなハレンチな真似はしていない。してない。それって時や場所を選べば何かしてるってことかしら。それはもう言ってるようなものだよ。ですが、この場で根掘り葉掘り聞くようなことではないと思います。そうだ、それよりも秋服の話。ごめんごめん、意地悪するつもりはなかったんだけどさ。